ジョージ・ロブレドは、チリ・イキケ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。チリ人の父親とイングランド人の母親のもと、チリのイキケで生まれた。1932年、彼が5歳の頃、イギリスのヨークシャー州に家族揃って移住した。単行夫として働く傍らハダースフィールドタウン、FC でアマチュア選手としてサッカーをしていた。第二次大戦の最中、 バーンズリー FC に移籍し、1949年には一部のニューカッスルユナイテッドと契約した。移籍金の中には、同じくサッカー選手である弟のテッドと、クラブとの契約も含まれていた。1949年2月5日、チャールトンアスレティック戦でデビューすると、サンダーランドとのダービーマッチでは、初得点を挙げた。 その後の12試合で5点を挙げ、最先の良いスタートを切った。1949から50シーズンは11得点、1950から51シーズンは14得点し、1951から52シーズンには33得点で、得点王に輝いた。彼はスペイン語を話せなかったが、チリ代表として1950フィーファワールドカップに招集された。 初戦の相手はイングランドであった。FA カップは1951年と1952年に連覇するが FA カップの決勝でプレーする初の南米選手であった。イングランド一部では82ゴールを挙げ、半世紀ほど経ってからドワイトヨークに破られるまで外国人得点記録を保持し続けた。1953年。 弟テッドがチリの CSD コロコロに移籍したため、ジョージもこれに続いた。1953年は26得点で、1954年は25得点で、2シーズン連続の得点王に輝いた。1961年に現役引退し、1989年に心臓発作で静かにこの世を去った。ありがとうございます。